本町信号場は東京都小平市上水本町5丁目にある西武鉄道多摩湖線の信号場。1966年に小平学園駅と一橋大学駅が統合されて一橋学園駅となった際、国分寺駅一橋学園駅間で朝夕のラッシュ時に一駅のみの区間列車が設定されるようになり、列車交換場所が必要になったことから設置された。 単線区間行き違い型の信号場となっており、8両編成に対応する本線1線、対比線1線の計2線と信号場の国分寺より、萩山よりに安全側線が設置されていた。蒸気のような理由で新設された信号場のため、朝夕ラッシュ時には列車交換に利用されるが、日中は列車交換を一橋学園駅で行って、ほぼ全列車が通過していた。 2013年3月16日のダイヤ改正で、一橋学園駅発着の区間列車が消滅したため、列車交換が行われることがなくなり、信号場は休止され、退避線路も撤去された。ルネサスエレクトロニクス、武蔵事業所前付近に相当し、周囲は住宅地、市街化地域の地に挟まれている。信号場に並行する道路には、西部バスが、 国分寺駅北入り口から一橋学園駅を経て小平駅、新小平駅方面の路線を運行しており、ルネサスエレクトロニクス、武蔵事業所前にはバスロータリーも設置されている。また、事業所隣接地にはサミット小平上水本町店と江南小平店がある。ありがとうございます。